いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、はいね、クレーン付きトラックが、はい、まさかの転倒という、はい、いうことでね、はい、まあなんかギリギリセーフということで、ちょっとねぶつかってもいない、本当に、はいね、指が入る程度で、はい、とりあえずねこんな感じで傾いちゃったんで、はい、脱出させないとまずいんで、まずねバッテリーをつなげて、そしてエンジンかけてというところでやっていこうかなと思います。はい、ということでね、なんか、はい、バッテリーにねまずアプローチできるか、そこがまず心配ですよね。はいね、ここまずねこれ、このキューブもね、昨日はもう本当にあったかかったから、ちょっとね少し変だな、やばいなって思ってたんですがね、ちょっと、はい、とにかく、はい、なんとかねバッテリーのところにアプローチはでき、これこんな感じ、ちょっとねあのミラーが曲がってるっていうのはもともと曲げておいてたのかちょっとあれなんですが、まずね、はい、こんな感じになってるんで、雪もありますしね、まずこのね狭い隙間に入って、そしてねバッテリーを接続していきましょう。はい、もう本当にね、やっぱり隙間開けてない、開けてないとねまずいですよね。はい、ということでまずね、ね、前回ちょっとビリビリビリってきたんで気をつけていきましょう。よし、ガチ、よし、いいですね、よし。ということでね、こういうアクシデントがあっても、まあ落ち着いてねまずやっていきましょう。はい、ね、ちょっと、またね外しますんで、片側だけでもいいでしょう。はい、でまずねこっから脱出、このねまずアンテナがねいつも刺さりますんでね、頭に、はい、よし、まあ、よいしょ、ね、よいしょ、あっとっと、これはまたひどいね、狭い、はい、ちょっとね、笠木のモルタルが、はい、で、まずは、とっとっとっと、ね、やっぱり地盤もね、凍ってたのが、溶けてね、はい、まずエンジンかけましょう。はい、鍵をね、開けますね。はい。はい、開きましたね。はい、ということでまず、エンジンかけましょう。グロ、はい、まずねエンジンかかりました。で、排気ガス入ってきますんでね、すぐ出ましょう。はい、ということでなんとかね、はい、こちら側にね、走れるでしょう。はいね、まず、まあ、こんなことで、なぜねこんなことになるかというと、反対側のね、このアウトリガーのこの油圧がちょっとね故障しているということで、なので、はい、角材を立ててたんですが、角材を立ててても地盤がねちょっと少し緩んでしまったということで、こちら側がね、今までねこんなこと初めてなんですが、ちょっと、はい、油断してしまいました。まずアウトリガーね、これ戻しましょう。はいね、まずこちら側、手前側から行きましょう。縮む、はいね、こんな感じで、こんな感じです。はい、まあ、ついでにねちょっと反対側見えないですけれども、まあね、反対側行くのもあれなんで、反対側も同時にねやっちゃいましょう、ね、まあ
ちら側はほとんどおそらくね、のめり込んでる状態かな、のめり込んでるというかもう油圧がね抜けちゃってる状態かなと思いますんで、はいはい、ということでまずこれで動く状態に、はい、なってます。はいね、まずちょっとねこれがどういう状況なのかがちょっと心配ですけどね、まあおそらくこちら側にねやってたと思うんですが、もしかしてぶつかったのかなとかちょっとねいろいろ心配になりますけれども、はい、では動かしましょうね。ハンドルをまず、はいね、PT をまずね、はい、これをね、はい、そしてバックしましょうかね。ちょっとハンドルね切ってこうね行きます。はい、ちょっとねお客さんが来てしまったんであれですけども、ちょっとね、はい、もうちょっとぶつけちゃった可能性がありますね今んで、ね、はい、これはねおそらく、今このままじゃ、ダメだからやっぱりタイヤショベルの力を今回ばかりはね借りないとまずいなって、これねちょっとやっぱり、はい、まずいんですねこれね。ちょっとそちら側が確実にぶつかっちゃったよということなんでね、はい、これはもう無理だというねところで、はい、ちょっとねこんな感じなんでちょっと引っ張らないとまずいです。ちょっとぶつけちゃいましたね。はい、ということでねちょっと一回ここで、切って、そして、ねタイヤショベル登場という形を取ろうと思います。はい、ということで、はい、タイヤショベルホイールローダー持ってきました。はいね、こちら側にはワイヤー今引っ掛けて、これからはいこちらねシャックル外して、はい、ワイヤーをねつけていきたいと思います。よいしょ、はいね、こんな感じで、はいね、今年はこの作業しないなと思ったんだけれども、ね、やっぱりねまさかのねアクシデントということで、はい、これでちょっとねこちら側に少し引っ張りながらで、はい、今サイドブレーキね引いてますんでこれをね解除しましょう、とりあえずね。はい、では引っ張っていきます。本当はねカメラもう一台あれば、はいね、後ろを撮影しながらということなんですが、ちょっとねカメラがないもんでちょっとこれをね一度外して、外してねこんな感じでちょっとやってみましょうかね。では行きましょう。まさかのワイヤーがね外れてるという、はい、いうことでこれね一度ちょっと降りましょう。はいね、ここね外れちゃいましたね。はい、もう一回ね気を取り直して降りましょう。はい、では行きますよ。
少しこれでね動くかどうかチェックしましょう。はい、ではね、これで少し前に出るかね、やってみましょう。はい、下のね角材ありますけれども、これだけあちょっと外すのももうめんどくさいですね。よし、はい、ちょっとね離れてる状態なんで、はい、これでねうまくいけばいいんですが、はい、動かしましょう。はい、もう完全にね、はい、完全にちょっと滑ってるんで、もうハンドルをね右にして、はいね、この状態で少しね引っ張ってあげましょう。はいね、こんな感じでいいですね。まあ、動かなくてもねいいんですが、ちょっとねやはり荷台をねいつも上げてるというね状況にしてましたんで、まあまたね無事したいんで行きましょう。まあ4部のワイヤーなんで間違いなく切れることはないと思うんですが、はい、まあただねやっぱりこれのすごいパワーですよね。はい、ではね、どうしましょうかね。まずこのこれが、あ、まあこれはなんとか大丈夫でしたね。はいね、ちょっとここやっぱりね当たってる感じがしますけども、まあちょっとね黒くなってこれがそうかなとちょっと思うんですが、どうでしょうかね。はい、後でねまたこれ戻さなきゃ。はい、であと長いね角材もあったと思うんですが、はい、ちょっとまだね下にありますね。はい、ではこれね最終的にまたちょっと同じ位置に戻すだけなんで、ちょっとねまた同じように倒れても嫌なんで、少しちょっとねこちら側に寄せましょう。はい、これがねまず動くかどうかが問題なんで、はい、少しね前に出るかどうか、はい、ねまずこのね予想外の出来事っていうのは一番本当に、はい、困るっちゃ困るんですが、はい、これね全然タイヤがねやっぱりね滑ってますね、滑ってますんでね、もうバックしかないですね。せっかくね来たけど、やっぱりこれ全然もうチェーンつけてないとねダメですね。もうこの際ちょっとねこのまま同じこと同じようにね、車をねまず止めましょう。で少しそちら側ね少し開けたぐらいにして、はい、ということでね、まずこちらね後ろ、はい、チェックして、はいね、本当はもう少しこっち来たいですよね。はい、今ねミラーを少しやっぱりね
お、ああ、ちょっとやばい。ね、そちら今度また、ぶつかる感じに。はいね、これが、どうなんでしょうか。はい。少しね、ぶつかってる感じがするんで、やはりね、おっとっと、これね、まずいまずい。前に動かしましょう。ね、ミラーをやっぱり確認しながら。はい、あとね、ミラーの向きが、やっぱりね、違いますね。こうですかね。はい。ということでね、ああ、これはね、本当にすごいアクシデント。よし、いけ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 い。はい。はい、ね、いいですね、はい、今ね、ちゃんとミラー確認しながら、はい、もうこれで良しとします。はい、PTO 仕切り。はい、で、またね、ちょっとあれしてると困るんで、少しちょっとハンドルをね、右に切っといたら、今度はちょっとね、重心とか変わるのかなと思ったり。はい、ね、同じようにこれをねやりましょう。はい、ちょっとね、あんまり位置とか高さとかこういう向きの方がやっぱりいいかなというのとね、これ下にね、雪の塊がちょっとあるから安定がねしないなっていうところでね、さあどうしようっていうところなんですがね、こういう場合はもう、雪ね、置いて、少しね、鳴らしましょう。ね。よし。まあ、これでいいでしょう。ね、ちょっと、不安定ですけども。はいね、今度これだけ広いんで。はい、同じようにね。これね、入んないですね。では、これ、手前側、切りませる。はい。よし。いいですね。では、行きましょう。伸ばしましょう。はい。反対側チェックしましょうね。はい。いいですね。行きます。伸ばします。いいですね。では完全に伸ばし切りましょう。はい。はい。OK ですね。はい。ね、ちょっとひょっとしたらこう滑っちゃうっていう現象がね、起きたのか分かりませんけども。まずこれだけ広くしてれば、今回みたいなね、ことないのと。はい。ね、まあただね、1本だったら不安だけども、2本ねかけてればまだねいいのかなと思います。まあこういうことをすることでね、まあここにね、今までだったら雨だれとかが雪が乗っかってこの辺をね腐らしちゃうっていうことがあってね、またなんか変にね溶接作業が、やったりとか、いろいろ過去ね失敗というかありましたんで、はい、ということでね、まずはいね、気をつけながらこう入れましょう。はいね、ちょっとこの辺に行きたいところですが、まあちょっとね石があるんで、はい、よし、ではね下げましょう。行きます。はい、手前側を、はいね、とにかくまっすぐにしたつもりだったんですが、だん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 ねちょっと傾いてきてたっていうね、実はねあったんで、はいね、
まあとにかく早くね直せばいいんですが、よし、はい、 OK ですね。はい、聞いてます。はい、これも聞いてる。よし、 OK ってなわけで、はい、まあこれねちょっとね当たったということで、まあちょっとねモルタルでかなんか色をつけてね補修してみたいと思います。はい、てなわけで、まあ朝からね、はい、えらいことになってしまいましたが、なんとかね無事に復旧して、はい、もうねやっぱりちょっと暖かくなると、まあねこれ地盤がちょっとね少し緩んだということになろうかと思います。はい、で最後ね上によってこのねバッテリー、はい、よいしょ、よしね、はい、おっと危ない、またやってしまいましたはい、もうとにかくねちょっと長いやつ持ってきたらよかったんですが、はい、ね、びっくりしちゃいますよね。はい、まあ、とにかくね手袋しておきましょう。よし、はい、はあ、すごいねことになってましたけどもね、無事に解決しました。はい、ね、やはりタイヤショベルあるとね、こういう場面では活躍してくれるということでした。はい、では以上、ご視聴ありがとうございました。